皆さんこんにちは、ETF 村田です。クリブチャンネルの翔子先生来てもらってるんですけども、今日は、水野の新しくなったオリジナルユニフォームのシミュレーションシステム、発注システムですね、そちらを紹介しながら実際に僕たちも作っていくという、前に1回出したんですけどちょっとパワーアップしたので、それを皆さんにご紹介しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。翔子先生もね、何作るか聞いてきたらしいので、で、僕はそれをもう丸々同じのを作ると言ってあるのでどんなのができるかわからないので、どんなのができても一回それを着ながら今度撮影したいと思います。じゃあ早速、ちょっとこっちの画面を皆さんに見てもらいながらやっていきたいと思います。はい、それではですね、こちらのページに行ってもらいます。水野カスタムスタジオというURL は概要欄等に貼っておきますのでご覧ください。こちらからですね、こちらね、卓球押していただきます。そうすると、36件出てくるんですけど、このうちから好きなのを選択して色とかを決めていくということになるんですけども、もうここから僕全然わからないですよね、選んだか。翔子先生よろしくお願いします。はい、はい、どちらですか。デザインプリントプラスゲームシャツのスカート。そうですね、はい、じゃあこちら選んだみたいなのでカスタムすると。はいはい、出てきました。 DPM シャツ NSX、 まずデザインの全体を決めるわけですね。こういうデザインがあります。はい、うん、どれ選んだんですか。一番左の20の1、これ。はい、はい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 。で、襟はV ですね。V で、はい、これ決まりました。はい、じゃあ次にカラーを選んでいきます。はい、A カラー、ここを変えると、ここから、ここは、あ、上半分はカラーです。はい、これ何色にしたんですか。ここは、黄色の45。はい、黄色。はい、はい、はあ、はいはいはい。で、なるほど。次が B カラー。 B カラー、それのチェック。チェック、はい、はい、これを選んで、で、柄の A が黄色の45で、はい、黄色、はい、はあ、あ、はあ、はあ、はあ、で、下の B が18、はい、もう、絶対選びません。かなり派手派手きましたね。はい、ここまで来ました。はい、次は C カラーになるんですけど、はい、ここが54、もう暗い色一切なしと。はい、ちょっと明るめでいこうかな。ほう、はあ、はあ、で、次、首の D カラーが、はい、まあ、下と同じ水色18番、ここにちょっと合わせて。なるほど、かなりポップな感じのユニフォームになりましたね。はい、はい、これ私着るんですよね。いや、でもそれ知らなかったんで。いや、いいですよ、着ます着ます、大丈夫です、着ます着ます、はい、大丈夫です、大丈夫です。で、で、最後水野の、はい、ロゴが14番、ネイビーかな。うん、なるほど、はい、こんな感じで。はい、なるほどなるほどなるほど、いいですよ。皆さん、これ僕着ることないですね。で、マーキングっていうのもできるんですよ。うん、ね、で、今回このマーキングは僕もこれと全く同じ色で作って、マーキングに関してはお互いのチャンネル名を入れようということになったんですね。なので、これは翔子先生なので、翔子先生はどれなんですか。M の G ですか。 M、G、 はい、で、2色使いました。2色、はい、縁付きで、はい、はい、1色目、白、白、字が白で、はい、枠を、はい、05ですか。はい、05、18ですか。05ですか。05か、18、ロゴに合わせて14かなと思ったんですけど、どっちを見てみましょうか。そうですね、これで、じゃあここにですね。はい、はい、なるほど。これが、縁が灰色で、14に合わせた場合は、なるほど、ちょっと目立っちゃう。結構05の方がいいですね。主張激しいですね。うん、あんまり激しくない方が。こっちでいきますか。はい、これで、はい、
じゃあ次にパンツです。パンツ、はい、はい、スコートですね。パンツ、はい、はい、はい、じゃあ A カラーが、またカラーがチェックで、はい、はい、チェックのカラーが45番の黄色と、はい、18番、はい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 、で B カラーが、B カラーが無地で、無地、はい、はい、無地です。54、54、上と合わせました。なるほど。で、G カラーが14、14、これも上と合わせます。なるほど。こんな感じで。なるほど。これちょっと見てみましょうか。全体前。おお。まあまあ女の子が来たら可愛いんじゃないかなと思うんですよね。僕来たらただ気持ち悪いおっさん。これまあ皆さん、僕はスコートじゃないですから。でもこれと全く同じ柄のショートパンツになります。はい。これを着ます。いいですか、これで。いいです。はい。じゃあ僕もこれね、ちょっと時間あれなんで、この柄の上はこれで、こうリリー TV って入って、ここは普通の短パン。で、頼みます。で、できたらそれで撮ります。で、決まりましたと。はい。したら、保存を押していただきます。そうすると、まあ、チーム名と書いてあるので、ここに入力していただいて、数量とかね、いろいろ決めていただいて、まあ、チームみんなで作られると思うので、お前を。そこから、1時ほどね、押して、水野取扱店さんがいくつか全国にありますので、そちらの方にお申し込みいただくという形になっております。ですので、皆さんちょっと結構上下でオリジナルで、今のも1万8700円。うん、で安いものだと1万3000円ぐらいでやったんですよね。そうすると市販のユニフォームの短パン買うと変わらないぐらいの値段で作れてしまうので非常にいいんじゃないかなと。で前回よりも明らかに柄とか色とか形が増えてるので、これを機会にぜひ作っていただいて、派手派手なユニフォームで、我々が作ったやつよりも派手派手なユニフォームで練習や試合に出ていただけるといいかなと思いますので、ぜひ皆さんこの新しくなった水野カスタムスタジオをご利用いただいて作ってみていただければいいかなと思います。ちょっと僕はあのユニフォームに対して不安しかないんですけど、なんとか着て似合うように頑張りたいと思います。ということで、簡単ですが水野カスタムスタジオのご紹介になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。We'll be right back.